さて、続きをやっていきましょう。こちらを、まあ、あの出てくるポケモンによって最初にボタンを押した後の声が変わるっていうのは、まあ、お約束ですね。で、マチスを倒して3つ目の、おっと、バッジを手に入れて、で、次はエリカの玉虫へ行きたいと思います。エリカといえば、まあ、ポケモンのゲームの中ではちょっとポケーとしているようなキャラとして描かれておりますが、ポケステでは結構しっかり者というパターンというか、演技力がすごいという風な噂を出されているキャラクターです。で、さっき交換したポップをレベル上げておかないと。けど押しまくるのもいいけれども、何もしないと負けちゃうでって言ったら本当に負けた。喉が渇いたら当選もして、喉が潤ったらそのまんま行かせてくれるという、警備員の風上にも置けない警備員。この電光石火が結構これは登録ボタンはないのか、この時には。ポッポ対ポッポ、13対12。やっぱり13の電光石火の方が早いか、12の電光石火より。じゃ、花田じゃなくって誰だっけ、ワニキはうなりながら地面を鳴らしている。わし地主、この四角の場所全部わしの土地、ここにビル建てようと思ってポケモンに地ならしされる。このゲームが終わるまでは終わるまでビルは建ちません。終わっても建ちません。お知らせのチラシだ。最近12万道路に眠りポケモンが出没、通れないことがあります。
そういう時にシオンターンに行く方はヤンヤントンネルを通ってください。口場警察はあったのか。口場シティね。たまげたもんだ。この長い洞窟ディーグラが掘ったんだと。トキワシティまで繋がっとるそうだ。早速出てきた敵だ。レベル18。2度目のディグダは経験値。で、逆に。そうそう。穴掘られるとこっちにやった方がいいんだよな。完全に無効化してくれるから。そうだった。何をくれると作れたんだけど。すごい、一回食らうだけであそこまでダメージを減らすことができるの。散歩で。レベル上がってへんもん。
岩山トンネルに行ったけど真っ暗で怖いよ。ポケモンでフラッシュで明るくさせりゃな。ここはディグダの穴。ポケモンの瀕死状態が戦う元気がないだけで、イヤ切りなどの技はいつものように使える。おい、剣心探してるんだ。君持ってたらバリアードと交換しようぜ。そんな、まあいっか。もうすでにユンゲラーに進化させちゃったんだよ、ごめんね。ポケモンがフラッシュを覚えたら岩山トンネルが通れるね。僕覚えてます。ほら、扇田カヌーの助手です。ポケモン図鑑が10種類集まってるようなら秘伝マシン05を渡すよう博士に言われました。それでは早速レッド君、捕まえたポケモンは10種類より多いかな。なるほど、捕まえたポケモンは22種類ですね。おめでとう。それではこれを渡しします。秘伝のフラッシュでどんな暗い場所でもバッチリ明るくなります。金縛りあんまり意味わかんねえんだよな。マックスアップヒットポイントのアップ用。レッドがブルーに騙されて捕まされた。マックスアップ。岩山トンネルってどこにあったっけ。ミディシティとキャシティ。アナダシティにもいかにゃならん。さっき矢切りできたところはもう復活してる。こういう時のための自転車か。マックスアップで使っても一つ一つ。最初の頃は結構苦戦したけれども、もうレベル4ごときは勝負にならない。ドラクエで最初に出てくるスライムに苦戦したけれども、もう敵じゃないってボコッと蹴っ飛ばすっていう4コマアンソロジーがあったな。よくやった勇者、よくぞここまで強くなったというふうに師匠ずらした。
ビブラの穴。ビグラの穴から戻りゃいいだけの話だった、うん、もっと言えばテレポートでクチバシティに戻りゃもっと早く行けた。音が鳴る前にエンカウント。こっちから行けよかった今更だけどね。ここでは使えたかな。さすがに階段を自転車で登るという状況は見てで、ここを居合切りで切って、カモネギは持ってないよ、ダジャリじゃねえけど。どっちがカモでしょうかね。ねえ道具、久々に食らった。下に対してこの技も有効なんだよな。いいしよう。くわー、厄介なこと。
ゲンジャーの目に。草に有効だっていうのを思い出したからな。これでクチバポケモンセンターに飛ぶはずだと。一応ここのポケモンにここじゃない。一応ここのポケフェンで休んどいて。もうすでに覚えてるのがいるっていうの。ゾウの退屈してたときだ。まだまだと思ったらもうポケモンがない。ダメだよ、さっきのポケモン持ってフラフラ歩いたお前は。
かり忘れたけど水気に強いやつがいなかった。ちょっと怪しくて涙も出ん。あれじゃねえか、ラサール高校の38回大会の早すぎて涙も出ませんよって言ってたらこいつのセリフ言わせてた。スピアーの新作じゃねえ、ビードルの最終進化。気合いダメは急所への命中率を上げる技だからな。麻痺してくれたよ。僕の早起きは一体何だったんだ。ビジョーン、ビジョーンっていうふうに出るたびに言うやつ。かかってこい。ビヨーンとは言わなかったさすがに。
青年の命中率だってさ、身をもって体験してるわ。もう一発で近いような状態で倒せるからな。いや負けたようだ。とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。どんぐらい進んだかすぐにわかる数値ですが、では失礼します。